この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドイーネサンパークダイアリー、愛媛 FC 営業部の土井壮介です。よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、私土井が選ぶ土井イネな選手を紹介したり、ホームゲームの土井イネな企画を紹介していくような番組でございます。早速いきましょう。本日の土井イネな選手はこの2人です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。自己紹介お願いします。10番松田力です。お願いします。そして4番山口達也です。お願いします。山口選手はちょっとね、前回も出ていただきましたけど、はい、2年連続ということで、はい、じゃあもう慣れてんじゃないですか。もう慣れてると思います、うん、この前はあの4番のことを4番って言って、ちょっと野球選手の4番で一笑いね、そうそう、つかみはねやってくれてましたけども、そうそうそう、もう2回目だとそれも使えないからちょっと用意してなかった。いや、天然やろお前。え、あれですか、4番あえてじゃないの。4番はあえて行きました。あえて行った。4番あえて行ったけど、うん、思った以上の出来はなかった空振りどうですか松田選手、まあ去年から言いますけどね、こういう新しい選手が入ってきましたけど、オム、うん、まあ面白い選手じゃないですか。結構、はい、身体能力が高いですし、うん、まあ心配先輩にもしっかりこう自分の意見言うし、ほら、まあ、まあプロとして、うん、しっかりできてるんじゃないかな。あ、そういう結構自分の意見言う。合流して初めの頃ですけど、初めてボール使う練習だった時にこう松田選手がね、山口選手のことを思いっきりバーって削ったシーンがあったんですけど、すごいビビってませんでした。なんか、あ、それ覚えてるんですよ、はい、ちょっとそのわだかまりがまだずっとあるのかなと思ってたけど、もうそういうのはない。意見言えてるじゃん。まあ、リキ謝れよとか言えるってこと。あの、リキ君はないと思ってるから、これ漢字あるかないかは被害者の、はい、被害者って言うてるから、ね、被害者あれはちょっとスタートにしてはビビったですね、さすがに。そういうのから経て、うん、ね、もう開幕もしましたから、だからもう仲も良くなって、うん、はい、ということで、山口選手はどうですか、松田選手。いや、だから本当に最初はやっぱ、なんていうの、うん、ビジュアル的に言ったらちょっと怖いじゃないですか。はいはいはい、その、まあまあ、見た目はね、見た目は確かにそこはモテな感じだけど、はい、その入ってみたら、うん、めっちゃいい人で、うん、しかもみんなに分け隔てなく喋ってくれるし、うん、めっちゃ笑ってくれるし、うん、でもうプレーはマジで頼りになるんで、本当にこれは、はい、だからあの、なんていうの、入る前より入ってきたってのが、はい、あの、うん、いい人やなって素直に思います。あ、本当ですか。喋、はい、ってみたら、うん、めちゃくちゃいい人やんって結構言われて、まあそう言うたら低い分、はいはいはい、この振り幅がめちゃくちゃ大きいんですよ、うんうん、だからめちゃくちゃいいやつやんってなるんですよ。はいはい、あ、じゃあそれちょっと自覚もあって、だからちょっとあえて怖くしてる部分も。いや、怖くはしてないですよ。してないけど、普通にしてるんですけど、やっぱ普通がやっぱ怖い感じ出ちゃってる、うん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 、感じなんで、その分ギャップがってことね。そう、ギャップが、なるほど、いいっすよ。いいっすね。次のホームゲームの紹介いきたいと思います。3月12日の3時にキックオフ VS AC 長野パルセイロとホームゲームで対戦。あの目めちゃくちゃ描いてました。感情3月12日は北条高校の吹奏楽部の生徒さんたちが来て、うん、演奏してくれます。で、この街でってね、あの試合が始まる前にサポーターの方が一緒に歌ってくれる歌を一緒に演奏してやってくれるという企画もありますので、うん、試合前にあるんですね。そうそうそう。で、さらにお菓子巻き、ね、開幕戦もやったんですけど、これメンバー外の選手が参加してくれたんですけど、はい、えぐいぐらい盛り上がったんで。マジっすか。えぐい、ほんま子供2、300人がめちゃくちゃ盛り上がって、まあ、メンバー外の選手がちょっとお菓子を巻いてくれて、これもう一回やりますんで。試合勝ったら、うん、その活躍した選手が試合後にばらまくっていうのもあるんで、今後ね、もち巻きをちょっとやろうっていう話ありますので、ぜひもち巻きスポンサーお待ちしておりますので、2戦目に向けて一言ずつお願いします。3月12日、はい、AC 長野パルセイド戦に、はい、向けてなんですけど、しっかり勝つんで、はい、ぜひ応援来てください。はい、山口君お願いします。まあ、開幕戦はこのような結果になってしまいましたけど、チームとしてはもう切り替えて、やっていっているので、はい、サポーターの方々も一緒に戦ってください。ぜひ皆さんスタジアムに見に来てください。せーの、ドイーネ。みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。